にちは、スタイリストの大山俊です。今回はですね、皆さんいつもと違うのはもうバリバリに感じていただいているかなと思うんですが、こちらユナイテッドアローズグリーンレベルリラクシングさんのですねプレスルームにお邪魔しておりまして、こちらはですね店内の様子を再現したような場所になってまして、こちらからですね、実際に店頭に並んでいる商品が多いので、いろんなものを手に取りながら皆さんにおすすめをですねご紹介してしまおうというような企画をですね初めて行ってみたいなというふうに思ってます。まさにですね、今秋冬の一番ファッションが楽しい時期で、本当にね、重量から様々なレイヤードを組めるようなニットだとかスウェットだとか、本当にいろんなものがあるので、一番楽しい時期だと思うんですよね。この時期にね、皆さんに店頭に行って、見ていただきたいなと思うので、今回はちなみに PR の動画ではありませんので、僕のスタイリスト目線で、これいいよねっていうものとか、僕自身が欲しいものだけじゃなくて、皆さんにも着ていただきやすいものをですね、どんどんバリバリ解説したいと思いますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなというふうに思ってます。という形でですね、早速行ってみましょうか。僕はですね、今回全く台本もないですし、いきなりやってます。はい、なのでどういう展開になるのか僕もね全然わからないんですけども、どんどんねいつものスタイリングやってるような感じでやれたらなと思ってますが、まず最初ね見ていただきたいのはねこちらですね。なんか一番最初にね、目に入ったの、チェスターコートですかね。これ、すごくいいですね。前回僕のグリーンレベルさんとのコラボレーション動画でも、チェスターコートをお伝えしたかなと思うんですが、それは割とこう、カチッとした、ビジネスでも使えるような感じだったんですけど、こちらはね、ラグランスリーブになってて、サイズ感もちょっとゆったりめで、なかなかね、この雰囲気、かっこいいんじゃないかなと思いますね。多分この、一番トップに来るぐらいだから、力入れてる感じも、なんとなく伝わってくるんですけども、色もねこれグレーですかね、ミディアムグレーぐらいですごくいいし、あと襟かな、襟ちょっと特徴的ですよね。はい、こちらにプレスの秋山さんがいらっしゃるんですけども、声だけの出演ということでね、いろいろと手助けをしていただこうかなと思いますが、秋山さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、この襟型もまたちょっと特徴的ですよね。そうですね、フィッシュマウス調になってまして、大きいデザイン変化ではないんですけど、はい、お技聞かせてる。これなんか襟周りの感じ、ちょっと OV のね襟がちょっと最近トレンドになってますか、その雰囲気も楽しめるのでいいですね。色の展開がグレーと、あとベージュ、これもまたいい色ですよね。これ綺麗ですね。ベージュの中でもちょっと明るめの感じで、グレージュに近いような感じ、すごく素敵な色ですね。なんかせっかくなんでちょっと僕羽織ってみてもいいですか。はい、ちょっと羽織らせてもらいましょうか。ちょっとね急遽いろいろと脱線しながらやりたいなと思うんですけど、ビギンチューブさんも書いてありますよ。ビギンチューブさんもね、僕チャンネル見ていてすごい勉強になるんですけども、結構ね、グリーンレンベスさんとも最近いろいろやってらっしゃって、皆さんもぜひチェックしていただければなと思います。はい、ちょっと着てみました。どうでしょうか。ちょっとアウターなんで羽織れるんですけど、僕身長164センチの53キロかな。で、普段はジャストサイズが S なんですけど、これは M ですかね。M でも、これぐらいでもちょうどいいかな。個人的には、これぐらいのサイズ感すごく好きなんですけど、めっちゃ良くないですか。これはね、すごい個人的にも着て帰りたい感じですね。なんかこういったちょっとこう重量感あるような見た目なんですけど、結構軽いんですよね。なんで気軽に着やすいかなと思うんで、これはめちゃくちゃいいっすね。はい、まずは一番最初こちらのコートから皆さんにご紹介させていただきました。そして内側に着ているのがこれね、ここでも見ていただきたいんですけど、このね、丸首のニットもめちゃくちゃいいですね。本当は、裏話ですけど、前回の、YouTube、コラボレーション動画の時に、これ、入れたかったんですよ。で、ちょっとこう、諸事情ありまして、間に合わなくてですね、ご紹介できなかったっていう、ちょっと僕の中の心惜しいというか、ご紹介したかったところがあったので、改めて、皆さんにお伝えさせていただきますが、色いいですよね。このグリーンの感じ。すごく品があっていいなと思いますね。なんか秋冬の着こなしって基本的に色合いとしては結構濃い感じというか、特にアウターなんかブラック、ネイビー、ダークグレーみたいな方が多いかなと思うんですが、その時にこう内側に入れてあげると差し色として効くので、この色味めっちゃくちゃいいなと思ってまして、またね、編み方かな、もう雰囲気があってね、このアランニットっていうんですかね。はい。この編み方もめちゃくちゃいいですね。なんか編み方にポイントありますか？アランニットなんですけど、あまりこう子供っぽくならないように、こう派手な折り柄にはせず、上品に大人が着れるアラン折りという形にさせていただいております。確かに。
ね、確かに複雑な感じのやつもありますけど、今期のね、グリーンレベルさんの大人でも合わせやすいような、ベーシックな感じ仕上げたので、これはいいですね。程よいアクセントで、個人的にもおすすめですね。まあ、ニットね、カラーたくさんあって、他にもこういった、これ色なんでしょうかね。ライトグレーとかですか？ライトグレーですね。この色合いも、差し色で可愛いなと思いますね。いいじゃないですか。なんかニットもね、ちょっと肩ゆったりとしてて、これも雰囲気あっていいなと思いますね。はい。なんかこのコーディネート自体がさすが上品だなと思ってまして、秋冬っぽい濃いものだけじゃなくて、グラデーションでこう、ミディアムグレーとこう、下のパンツもね、ちょっとグレージュっぽい感じで繋げていて、さすがに素敵だなと思いますね。ちょっと移動してみましょうかね。こっちもなんか色々ありますね。グラミチとか、ノースフェイスとかですかね。あとパープルレーベルもありますね。このあたりのちょっとスポーツミックスみたいな着こなしもね、今年は一つテーマになってるかなと思うんですが、まあグラミチのボトムスもね、使いやすいんですよね。ね、これがもうね、シルエットも綺麗ですし、履き心地も抜群にいいので、こういったものもグリーンレーベルさん行けば手に入るので、まあワンストップでいろいろと買っていただけるのかなと思いますね。あとノースフェイスね。これもね、個人的にちょっと欲しいなと思ってて、これデナリフーディーって言うんでしたっけね。名前確かそんな感じで。デナリフーディー。これもね、いいっすよね。フリースなんですけども、ちょっとこう、ね、ポケットなんかが大胆についていて、この雰囲気もかっこよくて、今年こういったフリース結構多いんですけど、中でもこのノースのデナリフーディーは要注目かなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思いますね。このトルソーに着てるのでぜひ見ていただきたいんですが、まあオリーブベースのもかっこいいですね。このブラックだと、割とこう素材使いでちょっと色が分かれますけども、オリーブだとこのブラックとオリーブ、2色が堪能できるので、この感じもいいですね。なんかこう、ノースフェイスとこう、グラミチの2つの組み合わせって個人的には好きなので、このコーディネートそのまま使えそうですね。足元もいいですね。白スニーカー、僕っぽいです。なんかね、やりそうな感じですけども、すごく素敵な組み合わせなので、皆さん参考にしていただければなというふうに思います。はい。他にもね、いろいろあるんですが、こっちにも行ってみましょうかね。こちらはなんか短めの丈のアウターですかね。まあ、結構最近ベージュっぽいね、色は旬ですごく出てますね。こういった形で、今年結構あったかいので、割となんか丈の長いアウターもいいんですけど、今時期ぐらいだったらね、こういった短めのアウターなんか着てもらって、中ニットとかだったら意外とね、12月までいけるんじゃないか説があって、すごく使いやすいかなと思いますね。まあ場合によってはインナーダウンとかかましてあげれば、まだまだ使えるようなアイテムかなと思いますね。この感じもいいですし、あとはね、パーカーね、フーディって言うんですかね、このあたりもいいですね。このなんだろう、色合いはこれは何ですかね、ブラウンですか？はい、ブラウンの色すごくいいですね。品のある、やぼったくない、このね、ブラウンがすごく素敵で、雰囲気もね、これ素材はどんな感じですか？ダンボールニットを使って、はいはい、まあ、上品な光沢のある、まあ、品のいい風味。これもね、素材感着ていて気持ちいいんですよね。まあ、重ね着のパーツとして、この上にさっきのチェスターコートとか重ねてあげてもいいかなと思うんで、ここら辺は見逃せないですね。ブラウンもいいし、あとは結構ホワイト系みたいなものもいいかな。ここら辺の。ライトグレーなのか。ほとんどなんかホワイトに近いような明るい感じですね。これも差し色になるのでいいんじゃないかなっていう感じですね。結構伸縮性があって、着心地が抜群にいいので、このあたりは使えますね。まあ、実際にこう、短丈のアウターとね、重ね着してあげるのもいいと思うんですよね。こういった形で、襟元がスッキリとしているようなアウターには、まあ、こういったフードを合わせてあげると結構ボリューム感出ていいので、ぜひこちらもね、皆さんチェックしていただければなというふうに思ってますね。はい、他にもたくさんありますね。このあたりのダウンは先日の動画でも解説させていただいたんですが、来たのはこちらのブラックですね。これブラックめちゃくちゃいいですね。丈がね、ちょっと長めになっていて、お尻がね、ちょっとすっぽり隠れるぐらいの大人っぽいシルエット。それでいて、表面の雰囲気もね、上品で、すごくね、これは大人世代に向いているね、ダウンなのかなと思うんですが、この色もいいんですけど、今回ね、ちょっとご紹介したいのは、これもね、なかなかいいんじゃないかな。なんていう表記になってるんですかね。オリーブなんですね。この色いいですよね。ダウンって結構面積大きくなるので、まあ、ブラックでね、引き締めるのもいいですが、こういった適度に差し色になるような、グリーン系の色っていうのもすごく素敵だなと思うので、これはぜひ皆さんにも店頭でチェックしていただきたいなと思いますね。ブラックのパンツとかに合わせてもらってもいいので、ぜひ
これも要チェックなのかなというふうに思ってます。ねえ、なんかいっぱいありすぎてどうしようかなと思うんですが、このあたりのね、パーカーもいいですね。ギザコットン。先日ご紹介させていただいたパーカーがまさにこれですよね。白のギザコットン。素材がめちゃくちゃいいですね。まあ、表面のね、光沢感伝わるかな伝わるといいんですが、そのあたりもすごく美しいんですけども、肌触りもすごく良くて、個人的にもよく着てるパーカーになるんですけども、他の色もね、綺麗ですね。チョコレート系のブラウンとかもいいし、差し色でね、こういったグリーン系みたいなのもちょっと最近、旬な感じがするので、こういった色合いなんかもいいんじゃないですかね。ほんとね、パーカーだけでも肌触りのいいものたくさん揃ってるので、ぜひ皆さんもチェックしていただければなと思ってます。こっちもいろいろありますね。どんどん見ていきましょうか。特に僕の中で注目したいのが、これかな？このコートかな？これはね、僕実際に店頭でも見ていまして、実はお客さんにも何回かご提案したことがあるので、その良さを知ってるんですが、まあ、ステンカラーコートなんですけども、ずっしりとこうね、生地の厚みもあって、冬場に活躍するようなね、すごく重厚感あって素敵なコートですね。襟元のチンストラップね。はいはいはい。止めていただけるような。このディティールなんか僕は個人的に大好きなので、こういったところとか、ちょっと大きめの外付けのポケット、このあたりも通常のステンカラーコートにはないようなディティールで、ね、ちょっと退屈にならないような雰囲気ですごくいいのと、まあ、色味ですよね。これもブラウンとかですかね。そうです。ブラウンかモカか。ああ、モカか。そのあたりのね、すごくいい色合いですよね。なんかアースカラーの今年っぽい色合いで、ちょっと着てみましょうか。皆さんのね、イメージが起きやすいように。僕今内側にオリーブ系のニット着てますけども、こういったアースカラーでね、両方揃えてあげてもいいかなと思うんで、どうでしょうか。なかなか素敵じゃないですかね。やっぱり見た目以上になんか重量感ってあんまり感じないですね。こういうのって結構僕の中では重たいイメージが強かったんですけど、これは着ていて楽なので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思いますね。いいなぁ。色は展開としては他にはブラックとか、ちょっとブルーっぽい感じですね。ネイビーですね。はいはい。個人的にはこのモカかブラウンか、このあたりがめちゃくちゃいいんじゃないかなと思ってますね。はい、これはぜひ皆さんも店頭でチェックしていただきたいなというふうに思っています。他にもいっぱいありますが、向こう側にもですねエリアがありまして、この後ちょっとご紹介したいなと思いますので、引き続き楽しんでいただければと思ってます。はい、ということでちょっと画角を変えたんですが、こちらのゾーンはですね、割とこう大人の方に来ていただきやすいような、切れ目なカジュアルが多いんですけども、まあ、ここもね、結構魅力的なものが多くて、いろいろ手に取ってみたいんですが、これですね、先ほどのチェスターコートは少しゆったりめの方がですね、まあ、ラグランスリムになっているようなものでしたが、こっちは前日もご紹介したね、マイクロチェックのチェスターコート。これはやっぱりビジネスシーンでも使えるので、この雰囲気はね、また別の形で使いやすいかなと思いますね。オンオフ兼用できて。このネイビーをお勧めしたんですが、このね、ブラウンはね、ちょっと初めて見たんですけど、これまた良くないですか？ちょっとこうアースカラーの今年らしい感じなんですけども、生地の質感ですとか、あとは柄の感じもね、すごく素敵なので、オフでも使っていただきやすいような感じで、これ個人的に気に入りましたね。すごく素敵なんじゃないかなと思います。他にもね、シャツもたくさんありまして、バンドカラーシャツ僕大好きなんですよね。これからの時期は結構重ね着していただくにはすごく良くて、まあ襟元がね、すっきりしてるので、割とこう通常のレギュラーカラーよりは、割とこう重ね着しやすい。上にジャケットとかコート着てもいいかなと思うんですが、フランネルのね、こう秋冬らしい、こういったバンドカラーシャツなんかもしっかりと揃えてますね。カラー展開も結構豊富ですね。明るいちょっとこういうブルーとかね、グリーンなんかもすごく素敵なので、結構色素敵ですよね。温かみがあって、この上にね、ちょっとこう、チェスターコート合わせてもいいんじゃないかなと思いますね。こうすればオンオフで使っていただけるので、まあ、ぜひこちらもチェックしていただければなと思いますね。はい、あとこっちも見ていきましょうか。このね、ショート丈のブルゾン、ジップアップブルゾン、これが個人的にいいなと思ったんですよね。今年結構いろんなブランドから出てますけども、このちょっとこうウール、上品なウールのブルゾン、すごく素敵だなと思いますね。色はこれもベージュですかね。そうですね、ベージュモカカラーっていうか。またちょっとこうベージュよりも少しブラウンがかってて、モカの感じかな。色いいですね。ちょっと着てみましょうか。もうめちゃくちゃ軽いっすね、これ。おぉ、おぉ。不思議な軽さですね。素材もスーパー140のウールを使っておりますので、非常に肌触りもいいかなと
と。いいですね。大人っぽい上品な仕上がりなんですけど、シルエットとしては少し肩が落ちていて、ゆったりめのサイズングになっていて、まあ今っぽいアイテムですね。かといってこうベーシックすぎないところ。これはね、いいんじゃないかな。中、白とかのニットでもいいですし、あとはこういったね、アースカラーでまとめていただいてもいいかなと思うし、さっきのパーカーともね、相性が良かったりするので、重ね着してあげると結構これ使い勝手いいんじゃないですかね。これ、こんな感じで。で、中に合わせたのが、モックネックのニット。これもね、すごくいいですね。こういった、まあ、ニットの首元でも全然印象が変わりまして、通常だと丸首、クルーネックなんですけども、それともう一つあるのが、タートルネックですね。まあ、こちらにもありますけども、タートルもね、首元あったかくてすごくいいんですけども、その中間的なモックネックっていうのが、まあ、ちょっと旬にもなってきてますし、僕も着やすいので好きなんですね。まあ、ちょっと襟が高くてあったかいのと、首のフィット感がしっかりとしてるので、綺麗に見えるので、このモックネックのニットいいですね。厚みもなんかちょうど絶妙で、薄すぎずに、かといって厚すぎないので、重ね着してもいいし、体のラインがそのまま出るような薄さはないので、これはね、使い勝手いいんじゃないかなと思いますね。色これ何ですかまた。ライトブルー。ライトブルー。綺麗な色ですよね。これは秋冬の着こなしの中に差し色になるんじゃないかな。明るいパキッとしたブルーというよりは、秋冬らしい綺麗な色味というか、少しくすみ感があるのがかえって大人っぽくて素敵なんじゃないかなと思いますね。これいいですね。この中にね、合わせてもらってもいいし、さっきのね、コート系、ここら辺に合わせても全然いいと思いますね。ネイビーに入れて、グラデーションで楽しんでもらうのもいいと思いますね。こんな感じで。あ、これも素敵じゃないですか。はい。いろいろ使えると思うので、意外とこの色は使い勝手抜群なんじゃないかなと思うので、ぜひチェックしていただきたいなと思いますね。その他にもやっぱりこのグレー。グレーもまたいいっすよね。色の表記は、ダークグレー。これまた使い勝手いいですね。僕はこういった色をもう個人的に大好物なので、これはぜひ欲しいなと思うんですが、まあ、こういったグレーっぽい形で、グレーとこのベージュっていうのも相性がいいので、合わせてもらってもいいし、首元あったかいので、これもいいですね。モックネック要チェックですね。はい。まあ、ニット系本当にバリエーションたくさんあるので、ぜひ皆さんには見ていただきたいんですが、こっちもまた見逃せないものがありますね。これ、バブアーですね。今季いろんなとこで見ますね。バブアー旬なアイテムで、で、内側がね、こう鮮やかなレッドになっていて、これは生地の別注なんですかね。裏地の。はい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 。これいいですよね。ほんと着丈の長さもちょうどこう長すぎず短すぎずっていうところで、まあ本当に使い勝手がいいんですよね。場合によっては本当にジャケットの上に着てあげて、ビジネスカジュアルなんかで使ってあげてもいいし、このような形でタートルネックで合わせてもいいかなと思うので、意外と着こなし次第で幅は広げられるので、バブアーはすごく便利かなと思いますね。僕もね、今までにバブアー所有してたんですけど、これオイルじゃないんですよね。はい。それが僕は個人的には、こっちの方が使いやすいなと思っていて、多少なんかクローゼットの中にかけてあっても気使うんですよね、オイルだと。これだとなんかさらっと羽織れるし、ライトな感じで使いやすいかなと思うので、意外とオンオフ兼用できるような万能なアウターかなと思って、ぜひ、なかなかない別注バージョンでチェックしていただければなと思いますね。その他にもね、こっちはちょっとビジネスっぽいものが多くて、タートルネックに関しても少しここら辺になると薄手なのでジャケットのインに着てもらうとすごくいいかなと思うんですが、上品な仕上がりですね。ビジネスウェアもなかなか素敵ですよね。ジャケットまで機能的な素材感のもので描してるので、こういった深めのグレーのねジャケットなんかもブラックのパンツと合わせてタートルネックなんかもすごくいいかなと思うので、ぜひチェックしていただきたいですね。すごいですね。なんかカジュアルから綺麗めなね、アイテムまで一通り揃ってるので、お店に行けばですね、今回ご紹介したアイテムが一通り見ていただけるかなと思うんですが、最後に、こちらマフラーですね。これも隠れた名作が多いゾーンかなと思ってまして、ここら辺は全部カシミヤですよね。そうですね、カシミヤ。うん。カシミヤ 100% のマフラーで、基本的には柄は使いやすいものが多くて、例えばここら辺はヘリンボン柄になっていまして、単色なんですけども、この柄の感じなんかもすごくアクセントとしてはいいかなと思いますし、あとはね、結構個人的にこれ、よくね、スタイリングなんかでも使うんですけども、表と裏で色が違うんですよね、これが。こちらの面がブラウンで、逆面はネイビーっていう形で、これが実際に巻いてみると、色が2つが混ざるような形で、すごく上品でいいんですよね。
こういったマフラーの感じもね、色が両方使えるのですごく便利かなと思うので、あったかいし色合いもすごく綺麗なので、このマフラーはすごくいいですね。まあ差し色になるようなちょっとワインレッドっぽいのもいいし、ネイビーグレーで表現してるのもいいと思うので、ちょっと迷いますが、いろいろとマフラーも素敵なものがあるので、ぜひ皆さんこのあたりはチェックしていただければなというふうに思ってます。はい、ということで今回の動画ではですね、初めての試みで僕自身も撮影が始まるまでどんな流れになるのか全く想像がつかなかったんですが、なんとかですね、この魅力がお伝えできたかなとは思うので、ぜひ皆さんもですね、店頭に行って気になったものはですね、試着をしていただければなと思いますし、まあ、いくつか、代表的なものはね、こちら動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからチェックしていただければなと思います。きっとね、皆さん楽しんでいただけたかなと思いますし、コメント欄にどしどしとこれ良かったなとか、これが欲しいっていうのを書き込んでいただけると僕も参考になるので、コメント欄ぜひ皆さん書き込んでいただければなと思います。そして皆さんの評価が良かったら、皆さんが喜んでいただけたら、またおそらくですね、春夏バージョンも撮れると思うので、そのあたりはまた秋山さんとご相談しましてですね、第2弾ができればなと思ってますので、ぜひどしどしとコメントもいただければなというふうに思ってます。ということで今回はユナイテッドアローズグリーンレーベルリラクシングさんのプレスルームからお届けさせていただきました。それではまた皆さん次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山旬のメンバーシップチャンネル。